皆さんこんにちは、ミラクルです。ということで、今回も電波に NRPG フリーやっていきたいと思うんですけども、今回はですね、ついにね、電波人間、最速捕まえるのね、電波人間のレベルがね、500レベルいって、エンジェルライをね、捕まえたのでね、紹介して、ワイワイコレクションもやっていきたいと思います。実際、早速ね、使っていきたいと思います。はい。実はなんですけど、まあなんかね、レベル上げして分かったことがあって、素早さまずね、これね、1069って書いてあると思うんですけど、これ装備外すと、989ということで、まあ素早さがね、最大の10体になるということで、まあ普通だったらこれ999まで、ね、捕まえるだといけるんですけど、まあ10足りないということでね、まあちょっと10遅いんですけど、まあ仕方ないですね、これ。はい。で、もう一個あるんですけど、最大 AP、AP が279ということで、エンジェルライって1回使用 AP が45なので、2回やると90だから、まあ4回、串36で、だから、白風船つけると359になるんですけど、まあ串36で、だからまあ 4ターン分、まだエンジェルライ、まあだから、白風船で、まあ、得意数上がるから、まあ、2回行った前、行ったんで打つってなると、まあ、4回、だから4ターン分しか動けなくなるので、まあだから10ラウンド最大あるから、6回はね、まあ打てないということでね、まあ、全部打つと6ターンは打てなくなる。で、4ターンだけ確実に出るっていうのがまあ普通だったんですけど、まあ360、1足りなくて、打てないんですよ。はい。なので4ターン分も打てないという、3ターン半。3ターンと、まあ、4ターン目の4ターン目1回だけ打てるってことで、ちょっとねこれ計算ミスですね。前の迅速電波人間計算ミスっていうか、ちょっと分かんなかったな。これは前の迅速の電波人間だったね。281ちゃんとなるんで、これだったね、打てるんですよ。白風船つけると、そう、白風船つけると361になるんですけど、いやーこれはちょっとミスったね。359だから、いやーこれはちょっと打てない、いやーきつい、これが結構ね、痛いかもしれない。やばい。まあいいや、とりあえずやってみなきゃわかんないけど、まあこの後ワイブクラッシャーまでやるんですけど、はい。いや、まあいいんじゃないですか、レベル上げ、セリさんで。そう、まあ、顔もまあ、まあ、可愛いしいんじゃないですか。うん。ちゃんとこれ最速なんでね、HP 的に4182って最速だと思うんで、よかったです。はい。AP がちょっとね、279って痛かったけど、まあこれ知らないか。まあまたね、仕方ないですね。はい。まあ、素早さもちょっと銃遅いけど、まあ仕方ない。はい。というわけで、早速ね、ワイワイコレクション、あ、やっていく前に、そうか、パーティー紹介か。あ、パーティー紹介っていうか、他のチームのね、装備なんですけど、特にね、変えないでいきます。多分買ってないと思います、前回の動画と。はい。で、エンジェルライはね、まあ、装備紹介しなかったけど、こんな感じで、もう素早さ特化でいきます。もう加速2段階入るようにしてます。チャンピオンベルトと、スイムフィンで、これで2段階加速に入るようにしてます。で、これで素早さ1069で、一気に加速できるようにしてますんで、これでね、エンジェル打てるようにしたいけどね、もう、あんまり打ってないっていうのがね、現実なので、ちょっとどうなるかなって感じです。はい、それでは行きましょう。よし、行きましょう。ミッドさんかな、お願いします。めちゃくちゃ、てか、あんまり戦ったことないですね。めちゃくちゃっていうか、普通に。あんまりね、ミッドさん戦ったことないんで、ちょっと楽しみですね、今回。はい。とりあえず、まあ、いつも通り行きます。復活は頑張りにして、回復は、あ、復活は頑張りに、復活は選択して、回復だけ頑張りにします。はい。いつも通り。これはね、やっぱり、二属性なんで。おぉ、早いな。早いね。早いね。早いっすね。本当に相手も素早さ特化にしてる感じかな、これ。素早さ早そうだな。相手、エンジェルライ。ただ、こっちも一応最速もできたんでね。頑張って勝ちたいよな、最速。はい、オッケー、ナイス。よしよし。あんま打てないっていうのが痛いんだよな、でも。ああ。AP1 足りないで、マジで。あれだな、AP1 足りないで。マジか、AP1 足りないっていうのマジ痛かった。もう本当に。虫歯しつうか。やばいな、これ運が悪い、ちょっと。同じ年配には2回かかってしまったし。おお、すごっ。すげえ、かばっても動き止まんねえ、虫歯シーツ。すごいね。やっぱ確率低いんだな、虫歯シーツ。
あ、落ちた。さあ、こっち最速とか純速とか最速がもう止まったりあれなんで、もうあとは最大とかしかいないの。眠ったー。セリさん眠ってしまった。さあ、ノロノロ。そう、あの、ほんと素早さ特化にしてるんで、眠り耐性とかつけてないんで、ほんとにやばいよ。そこだけはちょっと怖い。いやー、まいまい。よし。あ、これはかばうから、大丈夫です。あ、まあ、キックも配られたけど、まあ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 いいんじゃない。あ、氷結前々が眠、オッケー、動くならオッケー。よし、ナイス。貫通したしね。これで眠る？オッケー。3枚前いい。よいしょ。やっぱね、もうついにね、最速できたから、だいぶまあ安定すると思います。これからパーティーね。まあ、あの、もうちょっとね、あの、最速で、ね、作って、うん、あの出世だけもまた使ってね、まあ、やるんですけど、ゲルデビルかやるんですけど、まあやっぱ氷結マイムとかも使ってもらいたいですね。やっぱりもうかけ、いや戻っか。いやー、2段加速やべ、怖いな。あー、ナイス、安いね。エンジンルが眠ってる。よし、ここからだよ。とりあえず、ノロノロかかってるから、いいけど。どうしようかな。とりあえず、頑張れで。あ、頑張れじゃん。一応、回復して、復活はね、みんなかなかちゃんと選択していこう。今日は、マイマイですね。うん。純速やられちゃう。さあ、マイマイ。ああ、ガチ。ノロノロ。よし、OK。ノロノロ。まあ、貫通はなかなかできないな。ああ、同じ電波に行くか。よし、まいまい。よし、もう一回。あ、一応変わってるとこあったかな。あ、そっか、金の奥歯役を宵闇の甲羅からあの成功圏にしたぐらいかな。それちょっと紹介しなかったよ。多分それぐらいかな。あ、しょうがない、どうだっけ。あ、そう、成功圏にしたぐらいですね。あのね、属性耐性がね、あの全部7あったので、金の奥歯ね、あのあったので、ちょっとありすぎてもね、まあそれだったらもう受け流しつけた方が強いかなと思ったので、まあ一応属性耐性5あるんで、これでも、うん、成功圏にしました。あの、カバー率も 10% 上がるんで、一応言い忘れてたけど、今思い出した。すいませんね。いやー、ムシムシつ。よしよしよし、みんな頑張って。いや、アイテムか。うわー、ゲルデビルマジか。復帰後に打ってくるの考えてんな、俺。うわー、やべ。あ、でも1回だけか、相手。おぉ。2回打たないんだ。まだいいな。でも2段加速入ってんだよな、相手。よし。さまい迷ってエンジェルやって回復。やばい、もうほんと早い。決めて。やばい。あー、これ回復やられるのみたいな。ま、く、え、クリ、え、クエイクウェーブ、何これ。もしエンジェル、あれ、なんかあんなのアンテナ見たことないけど、 あれか、最終進化か。水と土の最終、二属性の最終進化であんな名前になるの、あれ知らなかった。まあ僕二属性とか詳しくないんでね、わかんないんで。
吉野です。このマシマシ2も結構ね、マシマシ2どうなんだ。あ、よしよし、ナイス。まあでも回避率は低いからね。でもかばわれちゃうとやっぱ結構高確率であれだよな、止まっちゃうよね。よし、キノコバ。なんか最初のエンジェルやシェリーさんあんま活躍してきてないのに眠っちゃって。あ、ナイスです。さあ乗ろ乗ろ。やっぱ属性耐性じゃねえ、状態上やっぱね、急にできないの痛いんだけど、状態上とか眠りたいですよね。よし、ナイス、上げて。なんか良かったっす。おー、目覚ました。うわ、やられた。やばい、ギルデビルね。今思ったけど、なんかこのギルデビル腕装備してないんじゃない？あれ？腕装備なんかないよね。ミスったかな？よし、加速2段階。なんか今気づいたけど、なんかないなと思って。なんだよ、ミスかなこれ。しょうがないな。まあでも一応3人下げてるから、ノロノロで、素早さは。2段階加速入ってるからエンジェルはいけると思う。これで多分1200以上素早さになってるけど、マジか先制される。やばい、危ねえ。やばい、これ絶対かかってほしいな。あ、危ない危ない。もう本当に眠りたくないんだよ。眠りたくないとか、眠ってほしくないんで。よしよし。ナイス。よしよし、OK、エンジェルライン。ナイス。よし。よし、エンジェルライン。この装備安定してるよな、この侍の服に。ダークエルフのマスクとかに、腕装備白衛線にって感じで、白衛線で首風格装備つけてとかさ、で、スイムフィンとかつけてさ、で、チャンピオンベルトで加速とか、もうこの感じなんか結構安定してるんですよね。相手も結構似てるからね、かなり。やっぱなんか強いんですよね。よし、前々、OK。ほい。よし、ナイス。よし、まいまい。あ、そうか、復活止められたから、やばいな、これ。結構痛い。いやー、めちゃめちゃいつ、ここに来てきたか。素早さ下げてるから、最後に打ってくるな。まあ、一度動いた電波にはかばっちゃう、効果ないんで、大丈夫なんですけど。いい、回復。回復動かないで、主になる、ノロノロ貫通。オッケー。いやーでもちょっと氷結前前、あれだな。うわー、マジか、前前か。あれなんで、氷結前前が、ノロノロ勝ってないみたいな。やられちゃうね。いやー、これ結構ちょっときついかもしれない。意外に。いやー、どうだろう。あー、これ待って、貫通入ったから眠るかも。眠らないで。よし、眠らない。危ねえ。うわぁ、まあ、これ仕方ないね。加速して、オッケーオッケー。いやぁ。オッケーオッケー、いいよいいよ。金の奥歯打って、エンジェルライ。あとエンジェルライ3回しか打てない。やばい。179って、すごい中途半端だな。本当にね、あと1年あったら、ミスったなぁ。本当に素早さ、スピフル最後1個上げないでエピフルーツ上げればよかった。そうしたら打ったのがもう1回。これミスったね、かなり。いや、このミス痛いな、だいぶ。マジでミス。89か。89だともうあと1回しか打てないんですよ。45なんでね、エンジェルライって1回打つのに。45足す45で。まあ、90だけど、90って言っても89だったら1足りないんで、これはマジかって感じだな。これはちょっと考えなかった。やばい。あー、死んじゃった。いや、結構来てるな、これ。やばいぞ。3人しかいない、うちも。これ動き止められたらかなりピンチになる。うわ、回復止められるけど、これもうカバー役いないから、やばいぞ。
ノロノロは可愛くにしてないんじゃない。結構ピンチ。いや、復活止められたの痛い。ノロノロ動くけど、ノロノロ勝ちないっす。よしよし。え、なんで本当にあの氷結マンが動く、あれなの、ダメなの。やばい。このターン結構きつかったな。やばい。これ次のターンどうするか。前で加速入ったけど、まあでもノロノロね、一応かけてるんで、貫通と入ってるから、いいよ。ただ、いやー、これどうだ。氷結マン。この氷結マンはなかなか手強いんだよな。なんかノロノロかからない。まあ今生きてる年配には全員状態状態数はプラス9なので、眠りとかかからないんですけど、やっぱオレンジだ、ちょっと復活。クエイクウェーブ。へえ、こんなんたらなんだ。お、治ってきた。AP 切れかな ?AP 切れ。多分 AP 切れでしょう。OK。まあ、ノロノロも結構多めに打てるようにしてるんだけど。よし、なんか復活。OK。うわー、あー、でもこれ大丈夫。あの、ちょ、回復がかばっちゃったら痛いな。回復がかばえないで欲しいな。みんなでも回復。あ、オッケーオッケー。よし。いや、虫歯シーズ AP がね、少ないから、結構打てるから、本当にやばい。あー、危ねえ危ねえ。コーナーアップで、みんなでも回復。ナイス。よし、船橋と。イーギルデビル。これ多分、ミスだよね。この腕装備つけてないの。わかんないけど。ミスったのかな?ちょっとわかんない。おー、恐怖、ナイス、恐怖。よしよし。恐怖でけえ。さあ、相手がそこ行ったね。いやー。どうしよっかな。やばい、エンジェル1回しか打てない、本当に最速やばい。いや、本当に微妙なところでもうマジでミスった。まあこのターン回復役は復活狙おう。マジでミスった。眠らない。 OK。 よし、今今かぶあうよ。うわー、やられていく。先の子もやられちゃったね。エンジェルライオッケー。ラストもう44で残れて、すごいなんか際どいなあ。あー、 AP 切れ、あと1あればな。 AP 使えない。すげえ、これ惜しい。惜しいっていうのも変だけど、なんかなんでって感じ。よし、 OK。まあ、特殊とかもね、もうちょっとチャレンジしてきたよな。特殊ドーピング。結構難しいと思うんだけど。特殊ドーピングか。特殊やればもうちょっと多分打てるんだろう。うわー、ペンゼル止まんな。よし、まいまい。OK。よし、通して。よし、まいまい。OK、OK。あ、耐えるか。ノロノロ。さあ、ノロノロがもう打てなくなるぞ、もう少しで。もう、なんで同じのカバーの、同じのパニーや。みんなが出かつ。いやー、相手もか。まあ、相手もそうだよ。いや、氷結マン打ってこない、これ。結構痛いな、これ。逆にノロノロで下げてるせいで、これ。痛い。あ、潰されるか。やばいな。おー。おー。おー。最速が本当にもう微妙なところで残っ、もう AP が足りないから、本当に。あれだな。逆になんか最速特化する、最速のあのセリさんあれだな。あの、カーバー役にしてやって、AP、メイクパフラーか神秘のリボンでやれた方がいいかもしれない。まあ、メイクパフラーの方が確実か。
AP30 上げ、まあ30もいらないんだけど、まあもう仕方ないから30上げて、そうすれば打てるからもう1回分。そうした方がいいよな、絶対。うん、いやー、キノコバー。マイマイは多分そんなに影響ないんだろうけど、多分ね。マイマイは多分ね、そんなに影響ない。うん、ないんですけどね。エンジェルラインに関して影響がすごい出るんでね、やっぱり。特に1なんて本当にもったいないよな。1やれば打てるって思う、本当に。で、44で止まってると本当になんかもう、なんかあれなんだよ。よしです。いや、貫通。まあ、めっちゃいいや、これは。もう。よし、まいまい。結構まあ長い試合には、まあ長い試合っていうかまあ、にはなってる、いい勝負にはなってるけど。よし、オッケー。はい、オッケー。うわー、来た。危ね。オッケーオッケー。これはまあね、体勢があればいけるもんなんで。はい、ノロノロ。よし。ノロノロ、ラストノロノロ。こうかないと。うわー、ムシムシ2。復活これしたんやよな。止まんないでおくれ。復活。よし、1回目当たれた。2回目が、オッケー、カバーね、オッケー。ナイス、かわいい。よし、みんな完全勝つ。やべ、みんな完全勝つ。もう言うてあと1回しか打ってないぞ。いえ、ここでギルデブル組めたいな。あぶねえ。どうしよっかな。まあ、とりあえず、いや、でしょ。エンジェルは打てないの、ほんと痛いな、これ。あー、間違えた。しまいまよって、エンジェルフライ。エンジェル回復。まあ、一応、純速のエンジェルフライがもう一人いるんで、それでパニエンが、まあ、打てるんですけど、カバ役にしてるからな。あんまり打てないかもしれないんだよな。で、まいまよ打たれると。ナイス。いや、強いね、ほんとに。ああ。また痛い、痛い、痛い。危ねえ。まあ、それは大丈夫よ。よし、エンジェルライン。はい、オッケー。エンジェルライン。オッケー。よし、よけつまいまい。結構直線、直線っていうかまあ、直線っていうか普通の、さっき言ったらいい試合になってるけど。よし、ナイス。オッケーオッケー。ナイスナイス、いいね。いやー、相手の前まい来た。いやー、こうやって金の子が倒されちゃうね。で、これ、カバーか、どっちカバーかだな。これ、回復と、前々どっちカバーか。できれば回復かばったし、とこある。ああ、そっちか、そっちがカバーのか。なるほど。ああ。よし、前々いい。いいよ。耐えるね。もう同じのがあった。だから復活されちゃうじゃん。みんなで回復して、回復。で、みんな完全勝つ。ラストですね。やばいな、ラストみんな完全勝つか、これ。やばいな、ラストみんな完全勝つ。やばいな、これ。いや、ラストみんな完全勝つ結構やばくないこれ。もう言うて。何ためだろ、これ。近づいてないけど。もう AP も切れてきてるから、いろんな電波に。さあ、何ためかちょっとわかんないけど、まあ多分もうそろそろ終わるでしょう。ダメージ的にはかってるかな、わかんないな。
もうなんか打撃の戦いになるけど、ここから結構多めに。もう大体ね、やっぱりエンジェルライが切れてるからとかね。よし、エンジェルライ。さこの順速もラストかな、エンジェルライ、打つの。うん、ラストかな、これ。ラストだね。よし、これで。ラスト打って、かな。ああ。うわー、もうまだ、そこまだ虫歯シーツ打ってんのが強。強くね、虫歯シーツ、結構。でもか、確率は低いけどさ、でもかばうと大体、もうかばっちゃうと、もう高確率で、あれなんだよな。動きてもらえちゃうから。痛い。ああ、止まんのそれ。もう、やめてくれ。止まんないように見えたけど、止まっちゃうんか、それ。ナイス。3枚目いい。いいよ。はい、オッケー。さあ、相手も前々来た。うわ、熱い。あ、やられた。いやー、マジか。いやー、まあ、貫通はどうだろう。いや、これはもう、そんなに大丈夫、そんなに大丈夫、そんなに大丈夫ってこと。よしよし。復活もできないから、高信さん、じゃあね、幹事さんは、俺。幹事さんは、もう、あれですね。出番知るかな。出番知るっていうのはあれだけど。10ラウンド。はい、ってことでね、いかがだったでしょうか。まあ、今日はね、まあ、最速のね、捕まえる、エンジェルフライ、ついにね、できたということでね、まあ、パーティーに加えてね、やってみたんですけど、まあ、やっぱり AP がね、1足りないだけで、やっぱり打ってるか打ってないかってかなりでかかったですね。まあ、でかいけど、でも、どうなんだろうって感じあるね。まあ、素早さも銃遅いんでね、結局、最速より。うん、ちょっとあれかなって感じあります。まあ、やっぱ勝ちたかったけどね。まあ、ちょっと、10ラウンドでダメージ的に負けてたということで、ちょっと悲しいんですけど、はい。仕方ないです。はい。まあ、またね、このね、純速2人もね、エンジェルフライ最速にね、変えていきたいと思う。エンジェルフライもう1人と、強化前も1人にしたいと思うので、まあ、そのうちで変えると思います。はい。それでは、ここまでご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。